大阪市立九条北小学校は大阪市西区にある公立小学校。町工場や商店などが立地する地域を校区としているという地理的条件から工場見学や商店街見学に力を入れている。また地域主学習にも力を入れている。1919年に西区九条地区で5番目の小学校、大阪市九条第五尋常小学校として、 創立した。九条地区の小学校は、当時、同一校区内に男子小学校と女子小学校をそれぞれ別個に設置する方式をとっていたため、創立当初は男子児童のみを受け入れていた。その後1931年になり、すぐ南側にあった女子小学校、九条第三尋常小学校と校区の調整を行い、九条第三、九条第五の両校とも、 男女教学となった。1941年には国民学校令の実施に伴い、従来の九条第五尋常小学校は大阪市九条北国民学校に、九条第三尋常小学校は九条中国民学校にそれぞれ解消した。太平洋戦争の選挙区悪化により、大阪市など大都市の国民学校の児童を1944年以降、 学童疎開させることになった。縁故で疎開できない児童に対しては、学校から集団疎開させることになり、大阪市では当時の22行政区画区ごとに疎開先の府県を割り当てた。西区の国民学校では島根県へ疎開することになり、九条北高は出雲市へ、九条中高は八塚郡へ友村、スケブ村へと疎開している。 1945年3月13日から翌3月14日未明にかけての第一次大阪大空襲では、航空一帯が被災し、救助中国民学校が消失するなどした。戦災による校舎被害及び航空被害に伴って児童数が減少したことに伴い、集団疎開から児童が寄港し、 授業が再開された1945年秋以降は九条中高は九条北高を曲がりして授業を実施した。翌1946年4月1日付で九条中国民学校は休校となり九条北国民学校へ統合された。九条中高の跡地は現在は九条北公園となっている。ありがとうございます。